皆さんこんばんは。今日はですね、久しぶりにエープムーブの最新情報をちょこっと追っていきながら、今日はですね、ミントの方を一回挑戦してみたいと思います。最近ですね、エープもベープもずっと下がりっぱなしなので、ミント費用もねぐんと下がった状態になっています。でそもそもミントする人が少ない状態で、価格に関してはですね全然注目がなかったんですが、もう今ねレアとレアなら500円でミントができちゃうような状態です。まあそれはちょっと後ほどということで、まずエープムーブの最新情報です。フォロワーは相変わらず 5.4 万人と、これ細かい数字が 5万4068 人で下がってます。5万5000人ぐらいいたんでね、フォロワーは下がっていますね、やはり。で、日本人向けのこの告知、500ライク RT 行ったら、ギブアウェイ、ベープとミシックの NFT あげますよ、みたいな。で、AMA でそれを抽選するのか、もしくはどうするんだろうなっていう感じなんですけど、まあ今がいいねが324。10月28日、日本時間23時時点でいいねが324、リツイートは295というような状態になってます。まあなかなかね、増えていませんね。で、これ何回もリツイートとか、引用リツイートとかしても、そもそも結構限界値なのかなとか思ったりもしますね。まあまあ、まだいいねリツイートしていない方は、ぜひしてください。エープムーブをやっている人でね。っていう感じで次が、このミントパス。これですね。この正体不明のミントパス。まず、エープムーブワールドカップと書かれていて、そこにはシルエット。謎のシルエット。で、最後にミントパスと書かれていて、まず予想されるのは、ワールドカップという言葉とこの持っているのはおそらく国旗ではないかなと思うんですが、もしくは自撮り棒？スマホ？でもそれだと関連性がないので、やはりワールドということと国旗があるのかなとか思ったり、もしくはこのままシルエットの状態で使うものなのかわかりません。まあ、ミントパスということなんでね、ミントに関係するものらしいんですが、ただ PVP とも関係あるよということで、まあますますわけがわからんと。このカードをミントして何かに使うのかっていうものかもしれませんし、そこは謎ですね。11月上旬の情報を待ちましょう。 PVP がもう間もなく始まりますのでね。っていう感じで、最近目立った情報っていうのはそれぐらいですかね。ということでですね、ミントの方をしていきたいんですけども、今の僕の状況はですね、レベル19のユニークが1足、こちらがメインシューズで、レベル4のユニークが1足で、レアのレベル10が3足と、レベル19が1足というような構成になっていて、まあ5足持ちの状態で、ユニークのレベル4が待機しているような状態で、今回はですね、どれをミントしようかなって考えていたんですが、シューズミントに関してはこちらですね。まあレアレアとユニークユニークとレアユニークで費用が少し変わっていきます。で、排出率もいろいろ様々あって、例えばレアとレアならレアのシューズボックスが 98%、ユニークのシューズボックスが 2%。もう今はここをやる必要はないのかなと思いますね。レアレアはもう候補にはないと。まあ、ただ安くできるんでね、今日の相場だと500円ぐらいでミントができてしまいます。で、ミントした靴はですね、レベル5の靴が生まれるので、まあ今あるレベル5以上の靴2足をミントして、もう1足レベル5を作って、そっからレベル10に上げるっていう手もまああるっちゃあるんですが、まあそれはですね、レベル1から10に上げるコストとあんま変わらなかったので、まあまあミントする必要あるのかどうかって言われたら微妙なところですね。で、今レベル5のレアの靴が750円ぐらいでマーケットに出ているので、500円でミントして売りに出して250円の利益を取るっていうことも考えられますが、まず売れないでしょうね。もうここの数字が多分合ってるんだと思うんですが、トータルセール5足なんで、まあ需要はあんまりないですよね。ということで、レアレアを今やる意味はあまりないと。で、次に候補に上がるのがレアとユニークの掛け合わせ。こちらはレアのシューズボックスが 49%、 ユニークのシューズボックスが 50% で排出されます。これがね、まあほぼ半々じゃないですか。で、レアユニークでレア出したらあんまり意味ないし、利益はそもそも出ない。レアとユニークでだいたい1300円ぐらいかかるんですよね。なのでレアを生んじゃったら利益にはならないと。まあただレアのシューズボックスからユニークが生まれる確率も 2% あるっちゃあるんで、いやでも 25% コモンが出ちゃいますね、レアのシューズボックス
スだと。ちょっとここレアユニークの半々勝負っていうのは微妙かもしれません。まあただミシックも 1% 出るんですね、レアユニークで。だからなんか昔ここが一番コスパがいいんじゃないかみたいな話を運営がしていました。で次ユニークユニークだとどうなのかっていうと、ユニークユニークの掛け合わせはユニークのシューズボックスが 98% でミシックが 2% なんですね。なのでもうここでいいんじゃないかなっていう感はあります。でコスト的にはだいたい2000円ですね。ユニークユニークのミントは今2000円でできます。なので一つのシューズで2000円でできるのは2回までなんですね、今のところ。だからまあ2回ぐらいやって4000円って考えたら、何回か勝負してミシックを当てるっていうのもまあありかもしれませんね。僕はちょっとユニークをねバーンしちゃったんで、ほとんどいやミントがあると考えたら残しておけばよかったなと。というのも靴配りでもらったユニークというのはですね、売ったりあげたりできないものになるんですよ。ギフトとか書かれたやつですね。しかしそれをミントした場合、おそらく普通のユニークが生まれるはず。まあ今からやってみて検証してみたいと思うんですが、で普通に売れるユニークっていうのが生まれれば、まあレベル上げしとけばね、どっかのタイミングで売れるかもしれませんね。まあ今はあんまり需要ないのかなっていう感じはありますが、もしかしたらね今後需要があるかもしれません。ということで今僕がですね 115.64 エープと 9.34 ベープしかないので、まずレベル4のユニークを1個レベル上げてレベル5にする。そしてミントをしていきましょう。楽しみですね。やっぱりこういうのが面白いですよね。ドキドキできるというか、低コストでドキドキできる、これが一番幸せですよ。高いコストでもうハラハラドキドキっていうのはちょっとね精神衛生上良くないですから。で僕は今回今月10月はですね3万円課金しました。でエピックのペットを1匹買ってレベルを1から2に上げました。で靴も2足持ちから今5足持ちに上げました。もうね3万円の範囲内でこんだけ遊べて、でミントもできちゃうと、いやー本当に楽しいですよ。やっぱり楽しさを一番優先した方が人間は幸せです。お金お金お金ばっかりだとね、そのゲーム自体が楽しくないですし、なんか短期的に結果を求めてしまうし、あんまりいいことないかなと思いますけどね。っていう感じでちょっとねやっていきたいと思います。で今ですねベープを5万2000ほど補充しました。で今回ですねこちらのレベル4をレベル5にして、でここでねちょっとミスってしまったんですよ僕。これ5時間待たないとミントできないですね。で今が9時半なんで、ちょっと今日は寝て朝動画撮ります。でね将来的にはこのレベル19のユニークを28くらいまで今月上げようかなと、11月のお金が入る日まで。で11月もまた3万円ぐらい課金してレベル30にするか、他にいくつを増やしていくかってしようかなと思います。ということでね、とりあえず今何もできないので朝を待ちたいと思います。そうだ、このレベル4もレベル10にします。で僕は今月ですね6速になりますね。でエネルギーは12になります。これでまあ PVP に関してね、僕ができる最大限のエネルギー数かなっていうのが確保できました。では一旦おやすみなさい。はい、おはようございます。今が6時23分、もうベッドの上なんですけど、このままミントしちゃいましょう。ユニークをねレベル5まで上げたんで、レベル10のユニークとミントをしていきます。ミシックのねボックスが出たらマジでびっくり。まあ僕こういうのいつも弱いんでね、だいたい負けるんですけどね。よし、これでやっていきましょう。ポチッと。うわーうわ、ん？あーユニークカプセルで、もうすでにレベル5ということでね。これはブラウザじゃないと開けれないのか。で、メタマスクのお気に入りは、僕はいつもなんかトップに戻って、このファボリテっていうところに登録したやつが出てくるんで、ここでエイプムーブのマーケットプレイスに行って、ここからインベントリに飛ぶと。このようにね。終わった。カプセル。ん？これどうやって開けるの？え？ちょ待って、オープンとかないんだけど。え？いちいちあっちに送らないとオープンできないとかないよね。え、オープンできないの？ここで。めんどくさ。いやー、オープンっていうボタンないもんな。で、今送ったんで、あった、やっぱこっちでオープンなんだ。めんどくせえな、おい。では、オープンします。ミシック出ろよ。よし、来い。あ、マジで？え、ちょ、待って。レアが出ちゃった。ここでレア引くか。しかもあんま強くないっていうね。
まあこれで一応7足候補ができましたね。で5足はレベル10超えて2足がレベル5と。マジ薄いとこ引いたなあ。あーユニークのボックスは 27% か。レアを引いちゃうんだね。でユニークスニーカーが 71% でミシックが 2%。 うわぁ 27% 引いたんだ。でちょっとレベル19を22。ん？あ、今度はエープが足りないわ。レベル5を上げちゃって。よしよし。で、今日歩いてエープを稼いで、このレベル19を20に格上げ。そんな感じっすかね。ではでは、今回の動画はこれぐらいにしたいと思います。もう少しで PVP なんでね、楽しみに待ちましょう。それではまた。